近年ただでさえマスコミ不信が広がっているのに、それをさらに助長するような出来事が起こってしまいました。マスコミ不信を助長するリーダーといえば朝日新聞なんですけれども、今回は朝日じゃないんですよね。富士産経がやっている世論調査で不正があったというのが出てきました。ただ正確には世論調査を委託していた会社のやらかしです。産経新聞社と FNN の合同世論調査で、調査業務を委託していた調査会社アダムスコミュニケーションが再委託した日本テレネットの社員が約1年間にわたり計14回分の調査の一部で不正なデータ入力を行っていたことが19日分かった。産経新聞社と FNN は昨年5月、合同世論調査の業務委託先について、それまで長年契約していた調査会社との契約終了に伴いアダムス社に変更した。変更後の調査は昨年5月から今年4月までが1ヶ月に1回、今年5月が2回の計14回、6月はまだ実施していなかった。世論調査は全国の18歳以上の男女約1000人を対象に電話によるアンケート形式で実施、アダムス社は14回分すべてについて無作為に選んだ固定と携帯の電話番号約1000件の約半数を日本テレネットに割り振っていた。産経新聞社と FNN の調査によると、日本テレネットが受け負った毎回約500件のうち百数十件について、同社コールセンターに勤務する社員が実際には電話をかけずに架空のアンケート結果を入力していた。こうした不正の件数は総調査件数の約 17% となり、提出を受けた記録などで確認された。不正を行った社員は調査に対し、オペレーターの人集めが難しかった、利益を増やしたかったと説明している。世論調査っていろいろなものを考える上での指標になるわけじゃないですか。それが今回のように一部が AI 世論調査になっていたとしたら大問題ですよ。一体どうやって発覚したんでしょうね。そのあたり明確じゃないので、ぜひ説明していただきたいところです。これ自体とんでもない話なんですが、ただ明るみに出ただけマシっちゃマシなのかもしれません。だって某新聞社だったらそれ隠した上に30年ぐらい放置するかもしれませんからね。ただ産経新聞読むとちょっと扱いが小さいんですよ。今日の朝刊を見ると一面で謝罪するのかと思いきやですね、25面に出ているだけです。この25面にさっき紹介した記事が出てるんですよ。産経は謝罪しつつ世論調査を使った14回分の記事を取り下げるとしています。どういう記事たちだったのかといえばこういうものです。ちょっと小さくて見えないと思いますが、数字自体はそこまで他社と変わらない結果なんじゃないかなとは思います。まあ正確じゃないんでダメなんですけどね。ネット上では不正をやっていた日本テレネットの会長が元民主党系議員に献金していたというのも話題ですよ。具体的には言いませんけれども、まあ生コンの人とか、そういう人ね。これが出て、なんでしょうね、野党陰謀論的なものも一部あるようですが、それはちょっとね、なんていうか疑いすぎというか、産経なんかの記事を見ていると、だって産経ですし、そっち系の議員とか政党を持ち上げるような記事はなかったように思います。取り下げられた4月14日の記事では立民支持最低 3.7%、 維新が野党トップにというものがありました。むしろ維新の支持率が他社より高く出てるんですよ、この産経の調査だと。そっちの方が不自然といえば不自然かもしれない。産経はしばらく世論調査自体をやめるとしています。産経新聞はまともな論調の記事、まあ、社説だったりとかそういうものも多いので、いや今回の件は猛省してやり直していただきたいと思います。産経新聞って主要紙の中では部数も少ないですし、ちょっと金銭的な体力を考えると、まあ難しいところはありますよね。だから委託するときに結構安い金額でやらせた結果、今回のような事態を招いてしまったんじゃないかということも考えてしまいます。今回の件では不正を行った、まあ、その日本テレネット、ここがおかしいんだけども、産経新聞のそのじゃあいくら出してやったのかとか、それは相場相応だったのかとか、まあ、っていうか、まあ、再委託されてるっていう、なんかその構造自体ね、世論調査は他社もどうなのかなっていう気がしますけどね。まあ、世論調査というか世論操作と呼ばれたりしますし、あまりあれを鵜呑みにしない方がいいかもしれません。というところでチャンネル登録をぜひお願いします。